はい、どうもこんにちは、ラルドチャンネルのラルドです。ご視聴いただきありがとうございます。さあ今回もですね、フライターイングを楽しんでいきたいと思いますけども、渓流がオフシーズンの間は管理釣り場でフライフィッシングを楽しまれる方も多いのではないでしょうか。今回はですね、そんな管理釣り場でチート級の威力を発揮するパターン、トラウトガムを巻いていきたいと思います。邪道だと言われたりですね、管理釣り場によってはレギュレーションで使用が禁止されているような場合があります。ルールを守って楽しむようにしてください。というわけで早速巻いていきたいと思います。それではトラウトガムのマテリアルを紹介します。フックは TMC3769、 サイズは10番、スレッドはユニスレッド60、カラーはライトケイヒル、ビーズは TMC ゴールドビーズ M サイズ、ボディとテールは TMC トラウトガムを使用します。まずはビーズを通しておき、フックを固定します。そしてスレッドはシャンクの真ん中から後方3分の1程度の位置に下巻きをしていきます。シャンクの後方側の下巻きができましたら、余ったスレッドをカット。そして約5センチから6センチぐらいの長さにカットしたトラウトガムを取り付けていきます。スレッドで下巻きがしてあるぐらいの位置でトラウトガムを取り付けて固定していきます。後方側の固定ができましたら、スレッドを前方に移動させていきます。ビーズを乗り越えてスレッドを前方に巻いていきます。この時ビーズはシャンクの中央ぐらいに位置するように固定しておきます。スレッドで下巻きをしながら前方に移動させたら、トラウトガムの先端をアイのすぐ後方で巻き留めていきます。ウィップフィニッシャーでウィップフィニッシュをしていきます。余ったスレッドをカット。ヘッドセメントをつけたら完成です。ビーズなしバージョンも用意しておくと、ビーズに擦れてしまったトラウトたちにも効果的です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、トラウトガムを巻いてみました。使用するときはですね、十分に水分を含ませて柔らかくなった状態で泳がせてください。まず釣れると思います。そして注意いただきたいのが、レギュレーションで禁止されている場所では使用しないようにしてください。というわけで今回の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ラルドチャンネル、これからも応援してるようだとか、フライターイングがしたくなってきた、今度の釣行が楽しみになってきたと思っていただけましたら、高評価のグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またブログやツイッターをやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。